どうもなんかね、おかしいね。カエルじゃないね。じゃあちょっとタイトルコールお願いします。カヤショー&セリツマのメンタルクリニック、よいしょどうもそうですね、楓は初休みだね。そうですね、まあ、不法ですね。会社は風邪ですね。会社は、いや、そうなのか。俺は死んだと思ってるけどね。本当に、楓翔の野郎がもうね、代わりって誰だって言ったら両者しかいないもんね、楓翔の代わりは。そうですね。ね、じゃあ、なんか言っちゃってる、一言。まあ、楓翔の代わりに奪っちゃえば、もういけますかね。いけるでしょ、サエネオで。全然ウエンツとか初めて言われたわ。髪型変わりましたから、ね、髪型変えた、髪切った、はい。どっちがいい、前と。君たち誰俺だろ。なんか地味だよ、すごい。今日これからあんまり人増えてくるよね。お、今のもいいって。ありがとう。まあね、ポークが増えていくからどんどんね、はい、うん、前髪作った。そう結構評判いいね、今のがいい ね前俺結構好きだったんだけど、はい、微妙でしたね。じゃあどっちの方がいい。俺前の方が良かったっすけどね。あ、嘘、攻めてる感じがある。まあでも今のもいいですね。なんで上から目線でいい。すいません。いい、本当にこの二人でいいじゃんね、本当。そうする、そうします。ちなみに絶対今日はセリツバが MC でお送りしますとか絶対カエデが送ってそうだし、カエデ見てますね、家で見てるね、うん、めっちゃ褒められてるね。どうしようこれ、すげえ言われてますね。まあでも今日ちょっと今一つくらいから改めてさ、いろいろ聞きたいことがあるからさ、改めて、そう、俺考えてきたの、はい。今見てる人たちは、はい、ホスト行ったことがあるのかないのかだよね。まず確かに二択でいいですか。ホスト行ったことある、二択。ちょっとマーケティングをね、はい、まずしないと。部屋目増え、終わったら増える系、増える系だよ。ちょいちょい増えていくからね。よく分かってる、分かってる。早く飲めこれ絶対カエデだよ。カエデ見てるべ。カエデだったらマジでマジでいじめるからした。行ったことある、はい、あるんだ。某店から行ってます。タルじゃないんかい。2人だけ、これから増えるよ。パール行きたんですね。パールに来たことないんだね、じゃあね。ないね。ホスト行ったことあるけど、パール行ったことないって人が多いんだね、多分。だからちょっと見てくれてんのかな、はい、それかみんな管理されていけないかっつってね、はい、他店に。お、パールも来てるんだ。2人でもいいのかな。こういう人もいいじゃん。はい、はい、あでしょうね。でしょうね。でしょうよ。ほぼじゃねて見ないわな、はい、ここまでたどり着かないでしょ。確かに、ウケるわ。パール行ったことあるけど面白くなかった。いや、まあね、あの、つく人がね、つく人次第だろうな。そうですね、代表多分ついてなかったんですね。いやー、どうでしょうね。いや、まあ、りょうちゃんついたらもう完璧でしょ。もう完璧っすね。でしょう、まあ、うつんばいでケツ舐められちゃうからね。そうですね。あ、ついたけど面白くなかった。なんだそりゃ。ウケる。管理されたい、管理してほしい人。
んでる時は喋るんだよ。あ、分かりました。2人で飲んじゃダメでしょ。いや、彼初心だよね。ゲットワイルドとかさ、いけるわ。俺じゃん。そうだよね、サイバリオ。サイバリオ知ってんな。え、まあでも管理ってね、あれだよね。あ、大変だよ。てか、りょうちゃんにこういう話をしてもダメだなって今ちょっと思っちゃった。だってお客さんいないじゃん。今、まあ、そうっすね。ね、ほんとに1年前にホストを卒業したから君たち知らない。いや、でしょうよ、でしょうよね。あの、1年前、まあ、俺8年ぐらいやってるけどね。うん、8年半ぐらい。ウケるわ。しけてるやんつって。生活指導から徹底的にいくよ。サイバーセリツバの、ね、まあ、実際さ、もうメンタルクリニックなみたいなことしてないけどね。人が多いとさ、だべっちゃうじゃん。そうっすね。まあ、ぶっちゃけね、管理とかね、してほしいとか言うけどね、管理とかだるいとか言うけど、管理なんてできないからね。うん、ほんとに。そう、ほくろだって絶対変えてたよ、これ。いや、変えてか、従業員誰かって。ああ、ウケるじゃん。ほくろだってここから見えねえだろ。ちょっとアップにしてあげて、ほくろ。いやいや、それちょっと、いいじゃん、ほくろアップで。すいません、ほくろアップでお願いします。ほんとアップになっちゃうから。最近増えた、ほくろ。最近だ、ここの辺に増えましたね。あ、嘘。もうちょっとアップできない。多分、光でちょっと見せない感じでね。俺どんな指導するかな。俺どんな指導する。ダイヤモン指導っすか。ああ、なんすかね。これ怖い。いや、今は怖くないっす。昔はちょっと怖かったっすね。あ、嘘。怖い、まだ俺部類に入る人間でしょ。すいません、曲って来てます。いや、俺のアップ。いや、じゃあ一回俺のアップいく。じゃあ俺のアップいってる間にね。はい、じゃあ俺のアップいきますか。イエーイ。邪魔だよ。俺の番。どうもー。はい、部屋目が終わりました。部屋目が終わりました。準レギュラーの京介です。だからさ、ゲストも真ん中もうね。あ、お前が真ん中。京介翼のメンタルクリニック。ドバ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 ー。ね、何回出ればいいんだっていうね、話ですよ、本当に。いや、もうお前にいいんじゃない。いやそこはやっぱ楓のね。今ね、ちょっと営業の話もしたかったんだけど、りょうちゃんとホストについて語ってもダメだなと思っちゃった。もはやホストじゃないやつ、ね、ただの棒ですよ。ネギデコ。あ、ネギデコ、ありがとう。ネギデコ、なんでネギデコ言うんじゃねえよ。ほんとね、なんでネギデコなの。わかんないです。え、ネギ臭いんじゃないですか。あ、じゃあ今日じゃない。おはようございます。おはようございます。乾杯。いや、俺京介レギュラーでいいと思うわ。結構もう最近出てますもんね、うん。いや、なんなら僕代表より出てますよ。じゃあ京介でいいんじゃない。京介楓の。そしたら僕ピンです。あ、お前一人で一人で1時間喋り続ける。あ、ちょっとやってみようよ。10分ぐらいやってみよう。10分ぐらい絶対耐えられないわ。今日やってみようよ。いやいや、もう45分。耐えられない、多分みんなあれですけどね。やってみようよ、ね、5分。ちょっと後で5分やってみよう。声、ありがとう、声ね、ありがとう。うん、5分にしよう。お、あ、誕生日だ。ありがとう。27歳だったよ。グイグイ。バスデイ。でもね、あれ火曜日バスデイでしょ。そう、火曜日泡ついてるよ。泡でいつもついちゃうんですよ。泡いつもついちゃう。え、火曜日でしょ。火曜日、あのね、イベントやりますよ。京介バースデーイベント。暇な人はね、6日に。何やんの。はい、なんか来たらいいことあるの。来たらいいことありますよ。ニコ生見てプレゼント渡します。用意するの。はい。あ、いいじゃん。プレゼント用意したんで。粗品。粗品をプレゼント。粗品が粗品を送る。粗品ではない。おそ松。しかも、あの週間天気予報が、その日だけ雨。晴れ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 、雨晴れ晴れみたいな。ふざけんなっつって。持ってますね。どういうことなんだよ。え、雨男。
僕多分ね、雨男は、ね、俺晴れ男だからだ。代表はね、晴れ男じゃないですか。マジで晴れ男。キャンプ行く時に、もう絶対晴れるから。俺、6月雨降ってても晴れますからね。6月、ね、俺3回行ってるもんね、キャンプね。もうね、晴れすぎて気持ち悪いぐらいです。社長が来るとマジでちょっとぐだるよね。そう、天気が。社長と代表いるとき、曇りなんですよ。社長は雨男なんですよ。中間ですね。ちょうどね、中間をね、行ってるんですよ。社長、海行ったときも雨降ってました。あ、でしょ、お前行ってみなかったでしょ、あれ。いや、雨なんでちょっとあれだなと思って。いや、あれだって寒いもん、ね。まあ、僕のデコはいつも晴れてるんですよ。あー、どうぞ。あ、お前、ダブト1枚。ダブト1枚。ちょっと冷たいんだよな、なんか。いやだって俺のおでこも晴れ男で面白いじゃん。冷たいな。ハゲ男でしょ。座りづれ。え、2段だと座りづらいの。座りづれ。もうふかふかじゃないですか、うん、いいじゃん。座りづら。1枚って寒くなったな。スリッパ履いて乗っちゃう時点が、ね、ああ、そう、なんかね、育ちが悪い。バレる。あ、晴れ女が行こうか。晴れ女来てよ、晴れ女。晴れ女来てほしいよね。いや、ほんとね、もう雨だけ降らないでほしい。デコピーカン、ピーカンの自虐を覚えた。デコピーカンじゃねえよ。デコが自虐を覚えたって覚えちゃったよ、もうね。さっき調べたの、 86% がホスト行ったことある人を見てるんだって。そうってことは、あれですよね、パール、まあ、パールにも来てない人も見てる。そうから、パール来る可能性もあるってことですね。そうだね、ほぼ来てない。ほぼ来てない。来てない。じゃあ、ある意味なんかすごくないですか、それで見てる、見てくれてる。ハロウィンイベントの京介の写真見たい。いや、本当にね。そう、あの、それはバースデー終わってからにしてください。ああ、そう、あ、そうですね。誰も来なくなっちゃう可能性もあるよね。僕のお客さん誰も来なくなっちゃう。あ、じゃあバースデーに来てシャンパン入れた子はブロマイドをあげるとかならいいでしょ。来てシャンパン入れた子すげー後悔しそうですね、入れたことに。そうなんで私こんなやつのために入れたんだろうって思わっちゃうから。まあ、でも入れた後だから OK です。あ、見れたって汚いなぁ。腹黒いわ。お前ホストの時それやれよ。ブルマ、ブルマ書くなよ、ブルマ。本当に大変だったんだからもう。あ、ブルマだったからね、うん、女装だよね、ある意味ね、ただの、うん、あ、でも翼さんに会いに行きたいとかね、帰ってきたら。俺バカ殿がもう公開されてるの知ってた。あ、そうなんですか。ジョーが勝手に割と上げやがって、俺が許可得ないで。あいつね、勝手にブログアップするんですよ、なんか。ジョーないよね。ジョーあるある。ないわ、あいつ。ブルマ姿見たい。誰のブルマ姿が見たいのかな、わかんない。うん、僕でも代表のブルマ。いや、だから、まあ。見たいけど。まあ、正味な話、女装って全然気持ち悪いからね。まあまあ、気持ち悪いです。俺もうね、トラウマなのが社長の女医。やったことあるんですか。社長がね、ジョイやってたの。すげえ気持ち悪いと思って。メガネにして、カツラかぶって、はい、で、白衣着てんだけど、はい、その雑な感じがまだいいわけよ。あの、マジ上層ってちょっと引いちゃうじゃん。はい、確かに。あ、翼さんとガジョットについて 200時間ぐらい喋りたい。あ、ちなみにさっきね、耳にね、つけてたので、これね、Bluetooth 見えるかな。 Bluetooth もうね、あのね、すぐそうやってね、あの、最新の機種を使いたがる。え？使いたがり。これ最新ちゃうよ。使いたがりですこれね、iPhone にね、残りのバッテリー時間が出る。あとどんぐらいですか。全然わからない。ほらほら、知ってるだって。ほら知ってる、使ってる。ほらほら、それはいらん。ほら、それはいらん。それはいらんって。楓は死んだわ。楓は今日ね、死んじゃった。バッテリー時間出るよ。何目指してんの。うるさいわ。山田電機の電機、ほら上の、ね、何を目指してるって、ほんとですよ、もう。え、何を目指してんすか。俺、何目指してんだろうね、うん、向かう方向はどこなんすか。だって今日もう歩きながら、りょうちゃんを撮ろうと思って何したって。あー、りょうちゃんを撮りながら来たら、あー、後で見せてあげるけど、はい、まあまあもろかった。俺、これで YouTube にガンガンアップしてる。家電ホストですよ、家電ホスト。いや、俺家電ホスト、俺これ企画売ったことあるんだから、ホストホストに。あ、ホストじゃ、愉快に。あとさ、あとね、あれ、つば散歩。つば散歩も俺、ゆうさやにやりたいって言ったの。で、俺一人でやっ、まあまあ、そう、でもこのビデオカメラできますよね。ほう、で俺は自画撮りでつば散歩。え、違う、ちゃんと俺後ろから人がいる体で、マイクさんとかいる感覚で、うん、あ、なんとか坂、江戸時代にとか、そういうこと考えながら歩いてんの。それを言ったら、
次の次の号ぐらいでホス散歩っていうのが出てて、俺呼ばれてない、俺呼ばれてない、あれないわマジで。え、じゃあ僕デコ散歩やります。デコ散歩どうやったら、だから街の床屋さんに行ってなんかおっさんとかのデコが、あーすげえいいな僕どうですかって、あーそれいいじゃん、共感されるっていう。え、それさ YouTube で出していい？デコ散歩、デコ散歩やろうよ、やりたい。タイトルバックとかあれじゃん、宮城さんに作ってもらって。あーそうですね、それやりたい。おー、え、いいじゃん、棒散歩。棒散歩、棒散歩、いやいや、ほくろ散歩、ほくろ散歩、あ、じゃあヤギ散歩だね。あほくろ担保、ほくろ担保、ほくろ担保、ほくろ探しあれ、朝家の紹介、あれですか、わ、なにゃ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 、渡辺なんとか、渡辺、あー、すごい、すごいバスルームですね、あ、いいじゃん。あれもう、カエデショーいらないね。カエデショー今感じたわ、今カエデショーね、いらない。カエデ、でもやっぱ、でもリスナーの人たちがカエデショーを求めてるんですよ。そうだよね、米拾えっつって、米全然拾ってないの。俺が言えばもう存在忘れてます。米拾うのカエデの係だったから、そうだ、誰もね拾ってないんですよ、ちら。あんま見ないから、ね、やばいやばい、うん、でもつべ京介何ホストっつってね、京介何ホストなんだろうね、京介ハゲホストでしょ。ハゲホストってもうそのまんまじゃないですか。何ホスト、やっぱカエショーがいいって知ってるわ。やっぱね、カエショー、カエショーやっぱね大事なんですよ。 ね、いなきゃいないで寂しいから、はい、いらねえよっつってよね、はい、ゆっくり休めよ。まあワイワイ感、ね、なんかいない時にやっぱ分かるんですよ、その人のありがたみが。だからハゲホスト、俺が家電ホストだったらネギホスト、ネギホストってなんだよネギくせえホストって絶対嫌でしょネギくさいホスト、何ネギ、やっぱ長ネギ、絶対深谷ネギとか言われる。深谷ネギでしょ深谷ネギ、深谷だわ、くせえわ。あ、九条、あ、九条ネギ、九条ネギだから、九条だけにネギホスト、あ、だからなんすかね。あ、もうそれにしよう。あ、じゃあネギクロホストは俺、いやでも会場がセリツマハカでこの間やった時に俺じゃなかったね、お前と京介と。え、それはなんかあれじゃないですか、なんかわかんない、忘れちゃいましたけど、なんか寂しいじゃん、ちょっとなんだかんだね、寂しがり屋だね、寂しがり屋だからね。じゃあいいよ、やろうよ、じゃあすいません、お願いします。え、なんすか、会場かセリツマハカ、はい、やりましょう。じゃあ、これ寂しんぼなのって。え、寂しんぼね、寂しがり屋、九条ネギ、九条ネギでいいんじゃない、九条ネギ、ネギスケ、ああ、ネギスケ、九条ネギスケ、悪くないっすね。じゃあお前は何ナイキーの、何ナイキー、ゲットワイルドですかね。何ナイキー、ゲットワイルドナイキー、サイバー、サイバー、ひどいな、お前は九条ネギピカ、もう京介がない、はい、京介がなくなっちゃった、九条ネギ、九条ネギピカル、京介何も入ってない、コメント今日少ないよね、今日少ないですよ、ね、まあいいじゃん、まあたまにはなんかもうまったり、今日はなんかもう、うん、なんだこうワイワイもいいんですけど、たまにはまったり感じもいいと思うんですよね、うん、え、っていうかね、みんなとこう話をする、そうだね、あのね、メンツがメンツが地味なんだ、地味、地味、うん、濃い、薄い、薄い、はいはい、なんだって、なんて、はい、どちらがいいか、はい、どちらがってるナンバーレースで上に来るのが不動産、すげえ気まずくなっちゃったよ。いや、どうっつ、なんでアンケートやっちゃったんですか、お前。え、いやだからうちらのこの気まずさっつったらもう、まあ、6-4 ぐらいなんだよ、まあ、うん、そうだね、あ、フォローフォロー、うん、でもなんかそっち側さんももし俺じゃなかったら言わなくてよかったかもしれないね、あ、空気読んでも、空気読んでも解禁症だったんでそうだね、あ、そう、確かにそうなんですよね、今日はたまたま、今日はたまたまだけど、だってしかも早寝ばっか出てたから思んないって思んないわ今日は若さかなっつって、若さがない、若さお前しかないじゃん、だって若さがないですね、うん、むかつくわ、あー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 、もうお前が走るから、そう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 、ウケるわもうこのさ、ちょっと拾ってあげないよこの辺の、面白かったよ、拾いましょうでしょ、だって拾ってくれたらコメント書くとするの書いてあります、ね、エラ巨人は今日は、エラ巨人も読んでもいいんだけど、ユキトは読んできた、ユキトは読んでないです、あれ電話しよう、ジョーしか読んでない、じゃあジョーに言ってさ、ユキトでしましょう、うん、ユキト、いいよいいよいいよ、ユキとか来ないと、あのファイバーが来ねえから、いや、あのなんかでも、おたけももうそろそろ飽きてきたんすよ、いいんだよ、横でずっといらっしゃるけばいいんだから、
俺ナチと一緒に出たいんだけどな。ナチ撮影でしょ今日。みんな、ね、みんな来るさ。ゆきとくん呼んでほしい、うん、今日お店仕事ですよこの後。いや最悪だね。お前生放送でイキトの携帯が入ってないっていう失態を犯してしまったね。いやこの前もねあれですよ、楓もねあれでしたよ。なんだっけ、誰が入ってない、誰かが入ってないかわいそすぎる。そこに俺みんなに似てるよ。やっぱさすが代表、電話することないけど、ね、あんまりないけどやっぱかかってきた時に知らないフリすんのやじゃん。まあ確かに、おう俺めっちゃ敬語だったらすげえあれでしたよ、すごい下の子で。はいはいとか電話したらすげえ下の方から電話じゃあ楓に電話しようぜ。じゃあ今から来てっていうか楓は、いや別に楓別に休むのはいいんですけど、店はニコ生ぐらいね出ろやっつってね、それ話なんですよ。終わったらね、誰の番組やれんっつって、お前やろ。うんうん、本当にかわいそうじゃん。しょうもない。いいじゃん、しょうもない。僕はスパルタで行きますよ。そんな早め中っす。でしょうね、だから終わったら、ね、おいでって終わったら来いって言いました。まさかのナチはね、ナチでもいいけどね。何が翼はなの。翼さんもでしょって何が。デコ怒んなよ。デコ怒んなよ、ね、翼さんもでしょって何だと思うこれ。全然よくわかんない。このなんか流れすげえ緩いね。もう20分経っちゃったよ。緩いっす。これちょっと知り合いの P が見たらマジでほんとちゃんと考えてやってるとかすげえ怒られるわ。いやまあまあまあ、だってもうだから考えますか。じゃああれっすよ、でも長いスパンで見たらやるじゃないですか。長いスパンで、長いスパンまだやるでしょ。あれ帰りに繋がってた。もしもし、ニコ生打ち切りにならないでしょ。絶対留守電だわこれ。もうむしろ留守電にさもう何分かけ入れときゃ。もうでも俺帰って絶対帰って見てそうだもん。だから絶対で帰って見てると思う。俺は帰ってかな。誰いや倍帰ってって書いてある。絶対帰ってってるでしょ。どこ帰って、お前出てる、もう見てるだろ。あデコ怒んな倍帰ってって書いてある。絶対そうだわ。帰って今から今回お前は本当に。いやあいつね、体悪いアピールが半端ねえからね。すぐね体、すぐ体悪いアピールする。あミサも結構面白かったね。でもね、あ出たんすか。あ出た出た。リスナーとして参加してんじゃねえよ、カエル。ふざけんなよ。家チケンだから出ろや、ほんとに。ニコ生見てるなら、カエルに連絡しろってカエルに言いたい。ほんとね、ほんとね、みんなね、とりあえずカエルのお客さんは、みんなカエルに今から鬼電してやればいい。そうだよ。そう。充電器、でも今ね、かけてもプープーだよ。俺が今、留守電にずっと入れてるから。あ、わざと、わざとです、わざと。ニコ生見てるけど、わざと留守電。ピカルにはハゲド、ピカルにハゲドだ。ハゲドでしょ。ほら、本当やな。本当ですよ、本当。もうね、どうなってんだってね。最近なんかもうイライラするもん、世の中。じゃあ、京介のここが痛い。これが痛い。これが痛い。僕。怒り浸透。あのね、最近、うん、服とか服装ファッションで、やれ、ボトムス。やれスタッツみたいな。あ、やれカットソーとか。やれカットソーとか。ファッション用があるで。なんかそのボトムスいいじゃん。ズボンっていいじゃねえかよ。あーなるほどね。パンツとパンツの違いが分からないしね。パンツはパンティーでしょみたいな。下着でしょみたいな。いやパンツは、ズボンじゃん。パンツとパンツ。なんでボトムスとか知らねえよ。なんでスタッツみたいな。ただなんかイボイボみたいな感じじゃん。っていうイライラ。あなるほどね。でなんかその服屋行くとなんか安い製品のボトムスはね。あねえ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 。誰も同意してない。ここが変だよ。なんでだってさ、ここが変だよ。 D キガルだよ。もうちょっと何のなんかそういう思わない。だってそう。いや分かるレギンス、やれレギンス。あの誰かさんはね、あのレギンスとストッキングの違いが分かんなくてストッキング買っちゃったから。え、違うんすかっつって。いやもうスパッツでいいじゃんみたいな。なんもう流行に乗ろうとしてる。完全に更年期って言われてる。乗ろうとしてるやつら。まあそういうことだね。病院はパーマ屋さんっていう人でしょ。まあそうです、床屋とかでいいじゃん。だパーマ当てるっていう人でしょ。パーマネント、パーマネント当てるっていう。パーマ、いやでもすげえ分かるよ。すげえわかるけど、だけど
じゃあ服屋行かなきゃネットでいいやん。やっぱそうなんですよね。あらが牛肉小魚をデコに買ったりしたもんね。カルシウムが足りてないのかもしれない。あ、なんかじゃあね、去年拾い真ん中のやつってどこ真ん中の、ネギ様、俺な、どれどれどれ、喋らんかい、どれどれどれ喋らんかい、真ん中で、真ん中じゃ、真ん中のやつ、マジ、りょうさん、りょうさん、りょうさん、米拾いだって。もういない手でいいわ、りょうちゃんはいない手、いない手、いない手でいいんだ。あれ来た、今日のスペシャルゲストは、今悲しい顔してたよ。今日のスペシャルゲストー、俺がどんどん薄くなってくる、イエーイ、ジョーくんでーす。ジョーこっち、ジョーこっち、イエーイ、水島ひろです。イエーイ、ジョーくん、水島ひろです。え、ちゃうやん、水島ひろに似てるって言われんの。お前ちょっと飲んできたの。はい、お前ね、いやなんかね、部屋目中に、いや俺飲まないと喋れないんですよ。え、部屋目中に飲んできたの。いや飲まないと喋れないんですよ。お前この間撮影の時飲んで、お前顔めっちゃ塗られてたじゃん。いいっすか、いただいても、いいっすか。あ、どうぞどうぞ。ちょっとコスモ多面会、さえばコスモ多面会。え、ウケんじゃん。もう絶対従業員や、絶対従業員、サツキあたりだな、絶対サッチャ、おい小宇宙多面会。俺のコスモ、おいさえば、お前コスモたまらんとペガサス流星拳撃てねえぞ。おいさえば、昔そんなゲームが買えるショーがいないつまで、だから来週見たよ。じゃあもう今日開き直る、今日はね、もういや開き、俺もおお、あー、おあえば、いらっしゃい、お前が走るから、走ります。いただきます。プッシュ、ちょっとプッシュ。でもさ、京介にさ、郵送してもらいたいね、牛乳と小魚、お土産。え、ちょっとね、ほんと欲しい。でもさ、あの、なんか乳製品はさ、腐っちゃいそうだもん。俺やだもん、腐ったの食べんの。お疲れ様です。全然やだ、お疲れ様です。なんかすいません、エアコンが寒いですね。あの給食に出てきたあの小魚の、ね、また政治上話してきた。上イコールそれみたいなとこあるからね。そうっすね、うん、俺んちは、僕もね、散々なんか下ネタ下ネタとか言いますけど。あー、待って、はい、動いた、動いて表面張力。え、だから散々、ここが変だよ。ネギピカル、ネギピカル、パート2。いや、ちあの自由だな、お前どうしたん。いや、ハリセン欲しいです。ハリセン欲しい。いや、座布団あげないの。ほら、言いたいことあるでしょ。いや、じゃあ僕もなんか、ただし違う違う、りょうちゃんの盗むなよ。あるから、もう一個。なんでお前、りょうちゃんの奪おうと。下ネタ言いますけど、下ネタさんさん言うけど、ジョーの方がまあひどい。ジョーひどいよね。ジョーの下ネタはなんか終わり、なんか全部ガチ起承転結がない。全部本当てかさ、それはさ、バックヤードでやってくれよ。あんま面白くない、怒りちゃう、それ。あ、本当ですか。もう見て、拗ねちゃったの、ほら。あ、ほら。あ、おこ、おこだよ、最近のおこ。おい、先輩に怒ってるよ。おこを使うやつも俺嫌いですよ。あー、お前ちょっと、お前はどこに向かいたいの。俺使うわ、おこ、いや、おこ使う、この人。もう何でいじめんでしょ。怒るでいいじゃん。なんだよ。まあでも、りょうさんは訳してんじゃねえよ。怒ってる人にちょっと言いたくなる。あ、おこなのみたいな。いや、おこうーんって言いたくなる。あー、人を小バカにしたり。だから身内ネタついていけないっていうのは。身内ネタはやめましょう。だからさっきみたいな世の中に言いたいとかはいいと思う。え、じゃあなんかあります。じゃあ世の中に言いたい、結構ありますよ。あ、俺もあるね。ジョーの下ネタエグいからね。いや、俺はだから何度も言うけど、尖閣と竹島は日本の領土です。いや、なんか重い。え、いいっすけど重い。いや、なんか重い。真面目か、重くなっちゃう。真面目かって、お前が。まあまあ上司だよ。きょうちゃん、コアタンじゃないよ。ひじき超元気だよ。ひじき元気だよ。あ、でも、なんだいじゃねえよ、なんだい。あ、でもひじき最近、ベッドに上がれなくなってきてる。え、弱ってんじゃないですか。多分、すごい高さから降りてるから、ちょっと腰が。だから、階段を買った。あ、優しい。優しいでしょ。そう。あれ、森口が来た。おぉ、草や。森口さん、おはよう。おはよう。あ、森口さんですか。森口草やさん。次は何送ってくれるんですかね。ね、次は。なんかね、雪とかすげえうめえって言ってたよね。
なんか言ってましたよ。ひょうちゃんも一緒に飲もう。飲むよ。なんで喋んないんだよ。ちょっと、すいません。いただきます。なんだいって何これ。なんだいって。寝坊してた。おはよう。お見送りた森口さんもね。すごい。コスモ元気だよ。コスモってなんですか。超宇宙だよ。超宇宙。超宇宙。セイントセイヤ。知らない。知らないですね。知らないんだ。なんでじゃあなっちゃったんだよ。お前は何に切れてる。世の中に言いたい。何に切れてる。不満ないの。ジョーのさ不満じゃない。じゃあこんな女性嫌だ。イケメンが言う。こんな女性が嫌は嫌だ。こんな女性嫌だ。こんな女性は嫌だ。ひょうちゃんシャンパン何。抱きしめたこの頃のコスモ絶対サツキだろペガサスマッタジ柿の種いるよ隣にペガサスマッタジシャンパンシャンパン僕あのねあのちっちゃい頃あの誕生日にもらったあの子供のシャンメリーシャンメリーショーマ出たショーマもやせショーマ出ただから、お前、なんで黙っちゃったの基本中二病なんだよ。下辺いくらあげて言ってじゃん、まあ、とりあえずこんな女性は嫌だ。うん、じゃあ不満を言っていいよ、世の中に残ってくる。いいじゃん、我々本当はなかなか言わないから。こんな女性は嫌だなんてね。ぶりっ子は無理っすよ。あ、そう。あんま大丈夫、お前生放送であんま攻めたらこれ結構ギリギリだからね。シャンベリタワーやめて。嘘のブリッコは無理です結構突っ込むね。お前結構言ったよ。突っ込むね。お前みたいな男が嫌だでしょうね。でしょうね。俺も今こんな横にいて俺も嫌だもん。いやそれは間違いないっすよ。ひどいなぁ。お前が言うなって男が嫌だってね。そうなるわ。こう言ったなぁ、ジョー。お前がどうすか逆に誰からですか。あ、CM 入ります。じゃあ CM で NG コメント。はじめまして、クラップアールのセリザスポスです。はじめまして、クラップアールのハイデショーです。クラップアールは、アットホームな感じで、売り上げないこと、売り上げない子も、あの経営者の子も、すごいバックアップしていく店だと思うので、皆さんどしどし面接来てください。特典としまして、ナイトジム見ましたっていう方には、初月料金無料にします。よいしょ。よいしょ。いいっすね。あと、一回焼き肉をおごります。ぜひ面接来てください。場所へ、あたすなんで。よいしょーよいしょ。CM だけね、初心者ホストの求人みたいっつって、ね、よいしょ。ベロベロで撮ったからね、あれこれ、なんかそんな感じでしたけどね、まあ、ベロベロな感じでしたけど、この間も撮影してたんだけどベロベロすぎてカミカミでもう喋れなかったっつってやたらあのが多かったっすね。いや、拾えますか。じゃあ拾ってくださいよ。翼さんはどんな女性が嫌。いや、俺それ言おうと思って。ああ、じゃあ行ってきましょう。俺ね、なんだろうな、まあ、世の中の男はみんな話聞いてくれないでしょ。どうせ自分の話するじゃん。俺も含めてもそうだし。あ、男が。男。ああ、はい。だから話聞いてほしいのはすげえわかるの。だけど話をする気もないのになんか横になんか話してっていう人。だから。全然聞く気ないのに面白いこと言ってっていう人。あ、だから面白いこと言ってももう面白くない。ああ、やだ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 。わかる。やだやだやだ。まあ、いますね。そう。いや、わかりますわかります。何言ってもダメだ。そう。みんな飲んでないよ。かまってほしいんだよね。かまってほしいんだよね。聞いてほしいんじゃないですか。かまってほしいんだよね。でもだからじゃあかまってもらい方が下手。ああ。かまってもらいやすい本みたいなの書こうかな。どういう風にすればかまってもらえるんですか。ああ、そうそうそう。寂しがりが多いですからね。うん、なんか、ね、ちょっと俺書くわ、2ページぐらい。なんかもうコラムとか書けばいい。ね、わらばんしでいいじゃんね。もう2ページならね。
スバサーズコラムみたいな。帰らんかい。バラバンシって何よくわかんない。お前全部読んでるだけ、お前聞こえっていうかさ、ただ読んでるだけじゃねえかよ。ダメだ、お前は楓翔の代わりにはならない。お前は楓翔のこと尊敬してるけど。なんでだよ、なんでそうなっちゃったんだよ。なんでそうなっちゃったんだよ。え、サイバーはね、消えた。サイバー消えたな。じゃあ女性が寂しいって言って構ってほしいって言った時に何してあげます？ええ、寂しいからなんかしてって言ったら何してあげます？寂しいからして、何寂しいからして、何寂しいのか、寂しさ埋めて、寂しいって言われたら書いてないかな、俺な、何寂しいんだっつって。りょうさんは寂しいって頭なでなでしてくれたらそれで落ち着く。かわいいな。うん、確かに、ね、頭なでるわ、頭なでるわ、かわいいね。そんでその後四つん這いになってアナルなでるわ。りょうちゃんは頭なでなでして機嫌を良くなっ、女の子が機嫌良くなったら、じゃあとりあえず俺のアナル舐めてくれ。で、ウォシュレットはビデでしょ。ウォシュレットビデだよ。今アップなんでちょっとまずいですよ、それはちょっと内緒で。抱きしめる、あ、抱きしめるでもいいけどね。ああそうだね、頭撫でてくれたらね、それで女の子言いますよね、あ、でも頭ポンポンみたいな。でも俺それ言われたら好きだから、あの、私頭撫でてくれたら落ち着くんだよとか言われたらしょうがねえな。ああ、いいいいいい、思わない、それいい、確かに。カエデは来ないわ。カエデ来ないから何回言うんだ。もうね、俺これもうね、カエデのコメントも無視するから。俺ここまで来たらカエデの自作なんじゃねえかって思ったよ。確かにカエデの桜多いな。頭ポンポンいかんってね。いかん。私、翼に抱きしめてほしい。オッケー、ハート。いや、だからなんでそれお前が持ってんだろう。お前持ってんの、これなんかよくわかんないから。ほんとに俺なんかあれじゃないですか、女の子って一回こう、ちょっとこう、こっち来いよとか言うし、やだみたいな。あ、一回入る、うっせえよこっち来いよみたいな、あ、お前みたいになるんでしょ。ああ、それはあるね。なんかそういう人いるじゃないですか。あるね、そういうパーティー、それはいいね。だからやっぱ推しだよね、最近の子はね、推しが足んないもんね。駆け引きをキャバ嬢かっつってね。確かに推しをね、よくしないとダメだと思うんですね。座ってりゃいいと思ってるからね。ちょっとかっこいい顔して、ちょっと2人でかっこいい顔、3人でかっこいい顔して、ここに。はい、はい、じゃあ決め顔選手権。選手長頑張るよ。はい、じゃあ、はい、決め顔選手権。やめろ。じゃあ京介が、はい、3、2、1。起きて、起きて。寝てない、寝てない、寝てない、全然寝てない。はい、イケメン顔して。真面目か。いいっすか、真面目か。なんでそんなちょっとだよ。今のはね、代表が悪い、代表が悪い。だって3人映ってたからちょうど。いいやと思って。ノーセットが悪かった。僕、あのね、ご飯とかで、ご飯とかを見て可愛いっていう女の子嫌い。あー、食べ物で遊ぶ。いや、ちょっと超可愛いみたいな。何が可愛いんだよ。うまそうでいいじゃねえか。お前大丈夫か。また更年期って思っちゃう。ねえ、京ちゃん、なぜか見切れてんで、さっき。幅が…何してるの今。いや、もうちょっとこっち来て。ゆう子いるの、やらんかい。ゆう子いるのっていうから、いるよ。やらんかい。いや、かわいい、かわいいを言えばいいと思ってる。ああ、なるほどね。カルシウム不足。あとはかわいいとか。ちゅうか、お前は、なんか超ウケるみたいな。なんだ、お前昭和の学校親父ぶりたいの。いや、違うんですよ、なんか別に俺も多分超とか使っちゃうけど、うん、なんかもう…超絶、超絶かわいい、かわいい、すぐ流行りに乗ろうとするやつ。お前は流行りに乗らなすぎだと思う。ネギさんの手があるんですか。あ、そう、やばいとかね。あ、何やばいの、やばい、超やばいみたいな。それパンツとパンツみたいなね。パンツとやばいぞ、やばいかよって。俺結構中二病だから言っちゃいますね。ネギさんはもっとぶっ込んで、もぶっ込むよ今日も。何でもいいよもう今日。やべえって言っちゃいますね。やべえ、かわいいとか。確かに使うの、やばいとか使うけど、なんかもう、ね、お前カメラ映りとかすげえブザイクだよ、さっきから。ピクピクしてたよ今。赤いな、赤
かいし。やばいとかさ、なんかちょっと聞き、なんかリスナーの人にもちょっと聞きたいです。あー、こんな時どう思うか、なんかそう、こんな時俺たちがどう思うかとか、ね、いや世の中にイラついてることでもいいし、なんかそういうのポストあるある聞きたい。ポストあるあるはいいよね、あるよ、いっぱい。ポストあるあるありますね。ポストあるあるありますね。まあ、ポストあるあるっていうか、まあじゃあ10、なんだろうな、これは違うか。僕だってコールだって思いますよ。グイ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 飲むけどなんだよ飲むけどなんだよ飲んでるよ。それ変えてに言ってるでしょいや飲むけど、いや別に飲むけどその後なんだよ、なんかあんだったら言えやみたいな。けど飲む、けど飲むって言えよ飲むけど飲めとかね、そうそうそう、ちゃんと笑いたい。飲むけどで終わらせんなよみたいな。うん、出まくなるほどね。なるほどね、キメキメモリアルってなんだよ、なんだそのコール思っちゃう。実は実際大人の同じようなもん。あ、もう確かに。うーん、あのね、一番マナーが悪いのが情弱な更年期じゃなくて情弱なあれ段階の人たちね。あの買い占めとかするでしょ。俺要はもうおっさんもおばさんもまあそうですよね、言うたら自分のことがね大好きなんだよ。あと言うたら全部楓になっちゃった。言うたらやっぱ楓好きなんでしょ。楓好きですよ、僕は。気になっちゃう、言うたらね。言うたらダメだよね。やっぱ考えなきゃダメだよね、ある程度はね。そうっすね。でも考えてたら生きていけないからね。あ、そうそう、分かる。手が痛い、早く飲めと頼んでねえし。分かる分かる、それ超分かる。面白いじゃん。超分かるわ、それ。間違いねえわ、そう言ってねえしみたいな感じですもんね。お前それ言っちゃうの。はい。おくろの買い占めってやめろって。おくろの買い占め。分け合えば足りる。ちょこちょこ出す。お前奪い合えば足りる。分け合えば足りる。好きで買ってねえわ。増えてるわ。増えちゃってるからね。なんで宮田くんかっこいいがなんかちっちゃくなっちゃうね。ちっちゃくなっちゃったよ。もうなんでだよ。サマーズ。サマーズ。じゃ中二病だから本当に。本当中二病だよ。秩父の中二病だから。秩父の中二病。山猿だね。まあ、初体験は外でやったんで。聞いてねえよ。聞いてねえよ。頼んでねえよ。お前の初体験聞いてねえよ。わけやわんかい。おさつけ。チョコチップ。タバスさん。タバスわけやわんかい。シャクレ長男は来てない。わけやわんかいって。シャクレ長男。わけやわんかい。いや、だからまあ、あれだよね。その年齢関係なくね。歯を和と使うホストいるいる、わかるわ。歯を和とか和、あーなんとかわかるね。ネイルとかね、なんとか和みたいな、あるね。あとダオ、ダオ使いますね。なんとかダオ。俺女の子は使ってくのはいい、はい、男がやったら気持ち悪いみたいな。いやまあでもなんでなんだろうな。でもちょっと親しみは感じるよね、使ってくれると。ダオ、なんとかダオ。3回サツキチョコ柿の種、てかもうね、サツキ出せって絶対サツキが書いてるし、飲んでる。ほぼサツキ書いてるな。いや、顔若いぞって。わらつける、俺もつける。あらさだけど、でもあれなんですかね、なんかもうその時代の流れなんだ。まあそうだね。あのさ、どうなの、そう聞きたい、これロングメールってどうなの。嬉しい。ロングメール、長文っすか。長文の長文。あ、すみません、コメントこれもうちょっと広げれます。長文のメールってどうですか。長文のメール、京介さん長文ですか。俺長文はあんま送らない。お、俺も送んないわ。俺も送んないっすね。長文そんな、だって神だと思う。内容が毎回長文話す内容がない。たまになんかその日の日記みたいなのがあー、ありますね。今日はこれでこうだったよみたいな。だからなんだよ。あ、ウケんじゃん。長文でシャンパンを割られたりするとダルビッシュってちょっとえ、ダルビッシュさ、長文ってさ、片っぽのさ、意見をさ、勝手にガー言うでしょ、はい、エゴじゃない、すげえ。相手の言い分がないじゃん。言いたいこと全部言って、はい、あなたどうしますかみたいなことでしょ、はい、俺は合わないわ。まあまあまあ、そうっすね。あ、変えても、返しは長文で付き合ってくれる。えらいね。意外っすね。おー、えらいえらい。まあ言うたら、俺ができないからって言ってる
感じだけどね。長文が。そうですね。長文陣がこの前。ああ。マリコ、おい。これも、これいいよ。お前、生放送出ちゃいけないやつだよ。お前拾っちゃダメだ。お前拾っちゃダメだ。長文してるのに妖怪だけ帰ってくるのちゃんと確かに読んでるのかと。ああちょっとぐらいね拾ってほしいよねコメントコメントっていうかその要するにあれだよね、本読めない人は理解できないでしょ、返しが。確かにそうっすね。要点抜きどころがないわけだよ。はい、お願いします。ジョンとジンが芸技学は俺も思ってたけどね。でも結構ジンのジンと俺は結構お互いの体を見せ合ってるんですよ。まあいやらしい意味じゃなくて、いやらしい意味以外で。いや、見せ合ってたからどうするの。見せ合ってたらさ、お互いのなんでニヤニヤ喜んでなんかお互いのお互いのこぼしすぎ動揺すんなよ。手震えてる。ちょっと手がお互いのあれ。あ、最近おすすめの本、あのね、あのテレビタックルのさ、あの人サワコさん、あ司会者、阿川、阿川サワコの聞く力は読んでる今、面白い。最近でも本読んでないな。レンズサイズぐらいしか読んでない。あ、面白い、はい、サイズ面白いよね。サイズ面白い。サイズは俺も見てる。筋肉自慢ね。ジョーのいいところは何なんだろう。なんかちょっとこんな感じになってっからコメントがすーげーゆっくりになってきたね。そろそろちょっと変えるいきますか。あれやりましょう。あとね、もう10分しか。10分あれやりましょう。あれ10分です。あれやりましょう。何遅刻。だからお前は結局いつもそういう風に言って中身がない。中身がない。本当に中身がない。ユキと間に合わないかな。わかんない。目が覚めたらいくつになりたい。あー、ね、俺10ね、俺13。あー、俺16っすね。なんで16ってなんか楽しくないですか。知らないやん。でも楽しいよ、はい、新しいもんね、すべてね。ちょっとチャリから卒業できる。あー、だから行動範囲がすげー。誕生日いつだっけ。9月っす。あー、じゃあまあまあ早いもんね、行動範囲が広がる。確かに。何歳。僕意識は今のまんまで、体は3歳になりたいです。え？体は3歳になりたいです。あー、赤ちゃんプレイをマジで赤ちゃんからやりたい。もう変態すぎるでしょ。面白すぎるじゃん。やべえ、俺やべえ、これ麻酔前だったわ。意識は今のままで、麻酔前に言うの。3歳に戻りたいです。一回ですからね。でしょ？だから、ダダこねるのも意識。意図的にだだから意図的にできるんです。体だけ3歳だから3歳の26でしょ。はい、中身は。そうそうそう、最悪じゃん。NG コメントいっぱい出ちゃった。超ゲームいっぱい出ちゃった。うわ、最悪ってなっちゃったからね、もうね。イクラちゃんプレイ言わなきゃよかったの。イクラちゃんマブーって言えば許されるもん、ね、マブーって言えば許される。別に喋れないし、別に決め決めえ、決めえってへこむよね。決めえはへこむわ。ごめん、決めえはへこむな。いやいや、バースデーの格好ベビーでいけばいいじゃん。そうっすね。出ますか。おう、優待格かけて。正直な意見だね。 いらっしゃいませって言ったらみんな帰っちゃうでしょ。いいじゃん、間違いないね。おう、僕はいや、バースデーぐらいちょっとかっこよくさせてください。あーだだだ、そうしようか。俺、ジョー読んだのちょっと後悔したわ、今日。いや、ほんといきなりいいっすね。いきなりだったけど、エンジンクでバースでやんないよ。いや、いいよ、視聴者の人。うん、俺で。いやいやいや、もうお前テレビ出るもんな。あー、そうっす。あ、いつだっけ。ジョーがね、ジョーテレビ出るんだって。そう、来週の金曜日か、金曜日の夜7時か。あれ、東京 MX だっけ。11来週金曜日の夜7時。6日で、6日、6日っす。6日、俺のバースデーじゃん。全然違うじゃん。6日の火曜日、火曜日ですよね。火曜日の夜7時から時計の X で。ちょっと8時じゃない。あ、金曜日、11月9日9日。9日。全然違うじゃん。俺が前です。9日の8時から MX、 東京 MX。 何のテレビだって。まあちょっといろいろやばい感じの、まあリアルなの。リアルの、ね、ちょっと、ね、特番みたいな。人生相談で、ね、特番ですね。人生相談テレビ見たい。多分俺にあんま興味ない人もちょっと多分楽しめると思うんで。
1時間ぐらい出るんで、30分ですか、埼玉だから見れない。あれ MX で埼玉じゃ見れないんだっけ。あれ MX でもギリギリ見れるよね。関東地方は見れるんで、関東は、うん、関東は見れる。え、地デジだったら絶対見れるよね。地デジは、地デジは見れますね。すごい多分クオリティ高いんで、うん、でもパールの従業員もね出て、ちょっとだけ、まあ、ちょっとだけ、はい、ちょっとだけ出ますんで。俺も出るもんね、ちょっと、はい、2秒ぐらい出るんで、うん、2秒ぐらい、うん、ぜひ見てください。うん、栃木で見れないの。栃木見れないですかね。だから東京、埼玉、岡山は見れない。岡山は見れない。岡山の人いるの今。岡山の人人生飾られても岡山から見てんの今、うん、すげえな。一緒出てない人。あー、もうそろそろやらないとね。柿の種から怒られた。柿の種は何なんだ。あ、CM 入りまーす。うぃキー抜きすぎだから。はい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 。いやでもりょうちゃんどんだけ振ったんだって話だからね。全部振れてるからね。かやさんいないですよ。なるべく振らないようにしよう。埼玉自慢。埼玉自慢。埼玉自慢。埼玉なんで僕ら。最近ね、最近埼玉だね。うん。あるあるある。だってもりょうさん帰ってもらって。うん。まあ同じみんな北部の3人。結構田舎者なんで。会うと思うんですよね。埼玉自慢。じゃあはい。熊谷が都会だと思ってる。熊谷は自慢だね。埼玉あるある。あるある。埼玉あるあるじゃん。埼玉自慢だよ。じゃあ十万石まんじゅうね。ああ、そうそうそう。うまい。うますぎる。十万石まんじゅう。紀州。はい。うまい。うますぎる。でもあれはよくダサい玉って言うけど、ダサい玉っていうのは埼玉のキャッチフレーズがいいとこだ埼玉。あ、そこでダサい玉、そっから略してダサい玉。サイの国埼玉ね。ダサくないんだ。サイの国埼玉。お前ダサいじゃん。マジなんかよ。シカト。なんか言うよ。内容が熊谷で、コウスケさんがよりで、おもくが秩父。そう。え、コバトン。コバトンって熊谷じゃね？風が足りない。コバトン。コバトン。コバトンってなんすか？ネギって深いやつよね。ネギは深いやつ。ああ、いっぱいある。埼玉あるある。渋沢栄一。ああ、渋沢栄一有名っすね。今の上場企業のほぼを作った人。ちょっと埼玉の人はハゲる。ハゲる。ちなみに旅立ちの日には僕の出身地。出身校。出身校。あ、そうなんだ。そうです。へえ、すごいじゃん。赤い高崎線。ほら、赤い線それちゃいます。興味ねえ。ローマ字で書かれてる。だからでもなんかこの前テレビでマツコのねテレビでやってましたけど、住みたい街ランキングの第5位が埼大宮なんですよ。ああ、10位から一気にこう、ね、あでも分かる、分かる気がする。いやー、安いからでしょ。安いし、なんかこう近いしね。暑いよ、熊谷。便利だし、暑いね。都心に行くのも便利だし。だから埼玉ネタは無理だよ。埼玉だって自慢ないもん。でもホスト埼玉本当多いですよね。多い。だからもう埼玉の人はね、ヤンキーと汚いギャルしかいないし、埼玉は、うん、しょうもないと思う。そうですね。俺埼玉別に好き、愛国心じゃねえ、埼玉別に好きじゃないもん。あ、そうなんですか。あ、そうなんだ。地元はでしょうね。でしょうね。君だって埼玉って言えないぐらい田舎じゃん、だって。さらに田舎。俺猿じゃん。あ、そうか、猿。さらに田舎。若林君じゃん。あ、ギャルじゃねえし。いや、ここ七尾とかね、七尾も埼玉だしね。歌舞伎町が埼玉にお引っ越ししたらね、エグザイルな人来ないわ。より、うん、もうバレてるじゃん。あずし埼玉だよ。俺ね、よりっていうのも嘘だと思ってるからね。面白いんですよ。飽きたもんね。あれ地元を面白い話をしましょうよ、じゃあ最後。最後ね。つばさん、なんでオスになろうと思ったの。あ、これ聞いちゃう。あ、きっかけをね、聞きたい。代表のその
ファンが多いから。あのね、ホッシー、なんでホッシーにしたのか。あのね、もともとリーマンやってて、その後ホストになったんだけど、最初やっぱ怖いから週3とかにしてたの。あー、で、なんかその会社をちょっと辞めるまでの間出ながらホストやって、でやっぱあのフルコミッションとか頑張ったら頑張った分だけ返ってくる方が、まあまあまあそうですね、楽しくなっちゃって、まああとはお金だよね、リアルに。まあまあそこを大事にするお金はね、そんなもんかな。寝ちゃった寝ちゃった、寝ろ寝ろ、今日のやつ寝ろ、楓でしょう派は寝ろ。楓でしょう派が寝てるからコメント上がんねえんだから。そうね、もう大丈夫、さっきのアンケートでね、もう俺心が折れちゃってるからね。俺今年ね、引きずるよ、傷ついちゃってるよね。俺なんか明日楓に冷たかったら、ね、このコメント、これのせいだと思って。明日階段超冷たいから俺絶対。多分階段ちょっとね、自信満々でくるさ。そしたらお前見てたなってことは、俺いないとだってことは絶対見てるわ。見てるよね。あいつマジクソだなっつって、もう生徒に絶対ね見てるわ。いやいや、もう一回リベンジして俺だったら微妙じゃない。もうなんかみんなの同情買っちゃってる感じじゃん、これで。このコメントしてほしいな。キュウイチとかったらすげえ面白い。やめろよ。どっちにしろやめろよ。ありがとう。64なんで、わかんないですね。キュウイチ、あ、カイディショーカーだけど、ガッコメ頑張って。ありがとう、ありがとう。もっと、お願いします。だから、お前はな、じゃあ、ちょっと、じゃあ僕、僕も大体準レギュラーなんで、僕も言ってください。はい、じゃあ、お前は、なんでホスト始まったの。え、あそこっすか、今、アンケートアンケートは、まあ、今日はやんないもん。へこむから。やめましょう。え、アンケート、え、僕のホスきっかけっすか。え、僕多分普通にバイトっす。あ、バイトで初めて退入ってか行ったら、トイレでおしぼりこう待つじゃないですか、新人で。そしたらそのパールのね、オープンイベントの時で、ヒゲガールが来てたんですよ。あ、エメロンとか来てた。エメロンのオカマちゃんが来てて、オカマちゃんがその宅でもう見えねえ、腰こう、うえーみたいにやってるんですよ、こうやって、こうやって。で、僕、埼玉の超田舎だから、俺はなんてとこに来てしまったの。本当に後悔して。びっくりした。びっくりして。だってお前、エメロン呼んでたもんな。エメロン、まあ仲良かったんですけど、だからそこから、まあちょっと、でも、まあいろいろやってみようかなって。あー、そうなんだ。楽しいじゃん。はい、だからもう最後にやってくださいよ、アンケート。そうだね、アンケートもう無理は1分、無理、1分しかない。アンケート来週やります。はい、ね、アンケート考えといて僕のブログにコメントしてください。意外と代表寂しがり屋だからね。うん、いっぱいやりますから、いっぱいやりましょう、アンケート。はい、で、なんかあとはなんかやってほしい企画とかあれば。あと火曜日はイベントね。あ、火曜日ね、僕イベントだから。バスデー、バスデー、うん、ね、お前雨降らないようにね。9日テレビ出ます。りょうちゃんは柿の種です。りょうさんはね、なんもない。おつまみです。なんもないけど、いつもいるっていう。なんもないカエデは悪くないよ。カエデは悪くないよ。カエデは悪くない。なんも悪くない、カエデは。カエデはただ体調悪かっただけだ。みんなね、カエデのこと好きだから、ね。LGBT、うん。どうもありがとうございました。ありがとうございました。改めて分かりました。カエデ。カエデ大事。カムバック。戻ってきてね、カエデ。カエデが欲しい。ありがとう。カエデ。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。君がいる世界を